おはようございます。恭平です。よろしくお願いします。本日もゲストに日本音楽会場協会の代表阿部さんに来てもらっております。まあ、1本目でね、阿部さんのことをいろいろ聞いていったんですけども、今回はもっとね深い話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで今回のゲスト、前回に引き続き日本音楽会場協会の阿部さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、ちょっといろいろ聞いていきたいんですけども、はい、まあ、僕は京都という地方でライブハウスと呼ばれる業態の店を営業してます。はい、で、まあ、今回その、まあ、ライブハウスの定義とかライブハウスのガイドラインの基準に関して、まあ、疑問がね、何個かあったので、それをいろいろ聞いていきたいんですけど、はい、まあ、出された以上は一定の基準になるため、まあ、守らなければ結構ね、まあ、その叩きの対象というかそういう感じになってしまうかなとも思ったんですけど、まあ、まず質問として、音楽会場というのはどこからどこまでっていうのを想定されてますか？演奏される方がいて、で演奏する場所がある程度固定されて、固定というか決定されていて、そしてお客様がいて、が一つの空間の中にあれば音楽会場、うんうん、で演奏する頻度というものはできる限り1ヶ月の中で多いに越したことはない、より音楽会場としての、純度が上がる、こんな感じでしょうかね。なるほどなるほど。その音楽会場イコールライブハウスではないんですか？僕の中では全然違います。あ、音楽会場の中にライブハウスがあるみたいな。あ、そうです。あ、はい、なるほどなるほど。じゃあライブハウスっていうのの定義はどう考えられてますか？いわゆる世間の人たちの中にこの認識というものがもう定着してしまっていると思っているので、僕の考えというよりは世間の考えというものがこうじゃないかなというふうな見解なんですけど、ある程度ステージ高があって、そして照明もある程度ついていて、そしてドラムなんかがある方がよりライブハウスらしい、そしてステージ上で行われる音楽はまあまあ音が大きめなものであることが多い、そして、客席はスタンディングで、その公演を見る人がいる割合が多いというのが、いわゆる純度の高いライブハウスと呼ばれるものなんじゃないかなと思ってます。なるほどなるほど。じゃあその中にももちろん客席もねありますけど、はい、その音楽会場というくくりで、まあ、いろんなその業態があると思ってて、で、その中にライブハウスがあると思うんですけど、今回のそのガイドラインっていうのは、ライブハウスのガイドラインですよね。あ、いえ、音楽会場のガイドラインですね。あ、音楽会場のガイドライン。ということは、やっぱその、まあ、僕が知らないようなその業態の音楽会場とかもあると思うんですけど、から、まあ、そういう、うちはそういう、さっきおっしゃられたのに全て当てはまってるようなオールスタンディングのライブハウスで、まあその、まあ、ピンキリと言ってもあれかもしれないですけど、その幅広い業種が、まあ、音楽会場のガイドライン を守らなきゃいけないっていう現状についてどう思われますか？守らなくてもいいと思うんです。ガイドラインですから。あ、なるほど。はい。いや、なんかその当てはまるところと当てはまらないところがすごい多いなと思ってて、まあ本当にその、例えばキャパシティの 50% と 100% とか、まあこの後もちょっと喋るんですけど、その 50% っていうのがそもそものオールスタンディングのキャパシティと設定されているところと、まあ机、椅子があってこう食事を見ながら見るような音楽会場のキャパシティってもう考え方が全然違うじゃないですか。そう違うのにキャパシティが 50% っていうのって一様に考えなきゃいけないっていうところを、まあ細かく区別するようなことはあんまりしなかったんですか？業態によってですか？はい。業態によって細かく区別。僕のあくまで個人的な考えですけどね、これはガイドライン策定した人間全員がこう思ってるわけじゃないけれども、僕はジャンル別で考えるっていうのは、入り口としてはセンスが良くないと思ってます。で、なぜかというと、とても小さい会場、大きな会場、あとは、まあ、クラシック、ジャズ、シャンソン、ロック、まあ、何でも入れていくと、こんなのもう数多すぎて、で、みんなどこに適応するのかわからないですよね。で、ジャンル別にしたら、じゃあその日、お客さん、客席に椅子もあって、で、立ち見もいてなんていうこともあるだろうし。で、
あ、これもジャズだねっていうのもあればポップスだねって全部出る日もあるだろうし、果たしてそれは何の会場で何のイベントかって誰も言えなくなって、もうわけがわかんなくなると思うんですね。だから僕は、この入り口っていうのはあくまでも会場の中に演奏する人がいる。そして演奏する人の中で特に注意を払わなきゃいけないのは飛沫の感染、拡大をしそうである人、まあ、ボーカリストとか、管楽器なんかも言われますけれども、あとはまあ大きな声を発声するとかね、そういうような人がステージ上にいる。そしてそれを見るお客さんがホール側にいると。でも、この構造があって、そういう役割の人が一つの施設の中にいれば、これは全て音楽会場。というところから話を始めないと、もう混沌とすると思いました。逆なんですね。僕はもう少しそのライブハウスとやっぱ実態が違うので、そこは分けた方が良かったんじゃないかなと思ってたんですよ。でもそれじゃなくて、一括りにした方が、まあ、分かりやすいっていうことですかね。逆にどうやって分けます？まあ、そこは難しいですけど、僕も分けたことはないんですが、まあでも、あれじゃないですか、オールスタンディングかシッティングなのかっていうのは、まあ、まず大きな違いなのかなと思いますね。スタンディングでも見ている最中にうろうろしますかね、お客さんって。うろうろしますね。しない時もありますよね。ずっと突っ立って見ているだけっていうこともよくあるし。で、まあ、着席だからって言って隣同士で座ることもあるけれども、立ち見だからって言って結構人と人との間が、まあ、そもそもお客さん入らないイベントとかだったらすごく開いていることもあるし、だからそれっていうのはなんか一言で着席とか、立ち見とかっていうふうにくくっちゃうのは、逆に、なんだろうな、ルールをすごくきつくしちゃうんじゃないかなと思ったんですね。うん。着じ席ゃあ、なら安全だろうとかね。結構じゃあ、ゆるく作った感じなんですか？だからその、緩く作った、まあまあ、それはそうですね。できるだけ解釈できるようにっていうことはみんな注意しました。なるほど。はい、じゃあちょっと次の質問なんですけど、この日本音楽会場協会という、まあ、団体名がついてると思うんですが、その日本ってあってるじゃないですか。これは本当にこの北は北海道から南は沖縄までを想定されて日本ということでつけてるんですか？そうです。ほうほうほう。どこまでそれを実態調査とかはされたんですか？調査は別にしてません。聞き取りとかも。はい。それはその僕的には東京音楽会場協会だったらもっとこう分かるかなと思ったんですけど、なんかやっぱ日本音楽会場協会ってつけられたことで、まあ、うちらももちろん関わってくることじゃないですか、まあ、京都のライブハウスなんですけど、なんかまあそこはまあ関わってくださいってことなんですか？そうですね。できれば関わっていただければ嬉しいですけれども、それはもちろん、自由意思ですから、よく吟味された上でご結論いただければいいと思います。なるほど。なんかやっぱその今話してて、こちらが受け取った印象と、まあ、そちらその安倍さんというか、まあ、その日本音楽会場協会が発信してるのにすでになんかズレがあるなと今感じてます。で、僕その正直まあ、政府とか法律とかにはもちろん従わなきゃいけないと思ってるんですけど、まあ、全然その、まあ、内容が分からなくて、もうどこの誰がやってるか分からない、当初分からなかったんですけど、今こうやってね、お話しできるようになったんですが、当初はその分からなかったんで、まあ、正直そういうガイドラインには従いたくないというか、従う必要はないかなと思ってたんですけど、まあ、そこについては、安倍さんは別に従わなくていいって思ってるんですよ。ただ、これが踏み絵になると僕は思ったんですよ。要は出されてるものに対して従わってないってことは、あそこはもう要は、なんていうんですか、イリーガルな場所だみたいな。そういうこととかは考えられました？はい、考えました。考えました。どう思われますか、そういうことに関して。これは誰が関わっても関わらなくても、政府が策定していましたので、で、そこには小さい会場の意見というのは当初届きようがありませんでしたから、で、それを策定するならと声を上げたところで作られるものでしたから、それならば声を上げて、より小さい会場、とかの現実に沿ったものに内容を変えて、どんどんと寄り添った案にして出していただいた方がより良いというふうに思いました。なんかまあ難しいですね。多分本当に
全国のライブハウスとか、まあ、その音楽会場でこれをね、どこまで従わなきゃいけないのかとか、まあ、従わなかったらどうなるのかっていうところで結構なんか分かれたし、僕の印象で僕が知ってるライブハウスは結構守ってたと思うんですよね。もうああ出されたからしなきゃいけないんじゃないかと、まあ守らなかったところもありますけども、なんか判断がすごい難しかったですね。はい、もちろんね、策定されたものを皆さんが守っていただくというのはとても嬉しいことですね。で、嬉しいことは何か、なぜかというと、内容がきついとか厳しいとか緩いとかそういうことではなくて、やっぱり日本の国の中にいる、同じ業者がこうコンセンサスを取るというようなことを一旦するべきだというふうに僕は思っていたんですね。つまり同じような行為が行われる会場の中で何が果たして危険なのか、何がリスクが低いのか、そういったものをみんなが認識として一旦持つと。で、これに最初の数ヶ月かかったと思うんですね。例えばエアロゾルとか、例えば次亜塩素酸水、ナトリウム、何が危険とか安いとか高いとかいろいろなこと。で、これがガイドラインとして専門家の意見も入って、そしてコンセンサスが取れていって、一旦それが後々アップデートするんですけれども、みんなの中で共通の認識ができたと。で、これをさっさと作った上で、あ、うちの地域はこれは必要ないとか、うちの地域はもっとこれが必要だとか、そういうようなことを各々が判断して、それにはまず何か中心線になるものがないとダメですね。ですから何もないところでそれぞれがこんな風にやってみた、これがいい、悪い、なんていうようなことをやり合っても、これはまとまらないわけです。それがたとえ必要、悪であろうとも、最初に何か必要であって、で、そこから、そんなんじゃどうだから、こうしよう、ああしようというふうに始める。例えば何かのビジネスとか何かのプランニングとか始めるときにも、ゼロからでは何も始まらないし、全員が意見出し合ってるだけでも始まる。誰かが一つ具体的に、この案はどうですかって言うから、初めてそれを否定されたり、いいねって言われたりして物事が始まる。その最初の一つっていうものを具現化したのが、このガイドラインじゃないかなと思います。なんか案というよりはもう決まりみたいな感じで出されて、なんかその守るか守らないかは自由ですよっていうこともあんまり発信として、まあこちら受け取れなかったんですよ。はい、決まりました。はい、守ってください。みたいな感じだったんで、そこに関しては、その結構当初から発信されてたんですか？別に守らなくていいですよとか、これは決まりじゃなくて案なので、おのおので考えてくださいみたいなのは。めっちゃ言ってました、YouTube で。そうなんですね。僕はね、ただもちろん大前提で守っていただきたいですよ。でも守っていただきたいんですけど、僕がずっと言っていたのは、その政府のガイドラインというのは、ガイドラインというよりは、まあ、政府のっていうと、これは政府からするとちょっと見解の相違があるんで、もうちょっと正しい言葉で言うと、政府発表の業界が作ったガイドラインっていうことに政府はしたいので。で、それは僕から言わせるとガイドラインではなくて、専門家、感染症の専門家が、音楽の会場というものを、音楽の会場を運営している人たちからヒアリングをして、その会場内で、感染症のリスクがどれぐらい高いか低いかというものを専門家目線で、レポートしたものなんです。だからあれは感染リスクレポート書。で、あの通りやったらお店は回りませんもん。そうですね。だから結構それが大きかったですね。まあ回らないっていう。まあ何とか回るように各ライブハウス考えたり、もう実際全く営業しながら、これじゃ営業できないというところも、まああったと思うんですけど、まあ営業できないですね、正直。これはね、僕の発信力の少なさが低さがね、よくなかったんですけれども、僕当時の YouTube とかで、その業界のガイドラインできました、政府案できました。でもこれ、守ったら、この業界のガイドラインを守ったら、守れない命があるんですと。だから、守ることに、ガイドラインを守ることによって失うものが大きすぎるならば、このガイドラインっていうのは守るべきものではなくなりますっていうことを言ってるんですね。だってガイドラインって何のために作られたか。命守るためじゃないですか。で、その命を守るためって大前提で、そのためにはコロナかからない方がいいよねとか、それで作られたガイドライン。でもそれを守ったら、失われてしまう命がさらに大きいのであれば、このガイドラインは守るべきじゃないんです。ということを言っていたんですけど、何せ発信力が少なかったから、届かなかったんでしょうね。まあ、というよりはやっぱりその出されたものの強さの方が強かったんで、それに勝てなかったんじゃないかなと思うんですけどね。でも、強さね、法律じゃないですから、実際に。法律みたいなもんですよ、政府が発表してしまえば。
まあね、多分ね、これ、東京と地方、でも東京でもみんな当初は、本当にちゃんと律儀にやってましたね。まあ当初っていうのはね、律儀にやるもやらないも営業できなかったので、もうやるもやらないもなかったんですけどね。その政府が作るんじゃなくて、この4つの業界団体が関わったっていうのはなぜなんですかね。政府が作るだけじゃダメだったんですかね。もちろん、専門家の意見、現場のヒアリングっていうのが必要でしたから、それには、いろいろな角度から同業者さんを見てらっしゃる団体の意見っていうのが必要だったんじゃないかなというふうには思います。それで実態をこう聞いてってことですよね。そうですね。ですからもうとにかく主張しましたね。こういうイベントもあるんだ、こういうこともあるんだ、そういうガイドライン作られても、そういう文言を入れられても、この実態にはそぐわないからとか、いうようなことはかなり主張しましたね。なるほど。ありがとうございます。いえいで、ちょっと今後について聞いていきたいんですけど、え。はい。今後、まあ、僕、この間出させてもらった YouTube の方でも、今後はこの緩くするというか、まあ、ガイドラインを解くということを前提に作られたっていうことで、で、そこもね、発信されてなかったと思うんですよ。まあ、こちらは受け取れてなかったんですよね。もう今後ずっとこうしてくださいみたいな感じで、まあ不明だったりとか不安に思ってるライブハウスとか、まあ音楽ファンとかも、まあ、多かったと思うんですけど、今後ってこのガイドラインってどうなっていくんですか？最初に6月13日かな、出されたガイドラインにも、このガイドラインは適宜改定されていくというような文言が入っておりまして、で、これは必ず入れていただくようにということを、内閣官房の会議の中でもすごく強く言いました。もうこれが重要。で、適宜の改定というのは、ここでは意見分かれるんですけれども、どんどんどん緩くして規制を緩和していくというような意味合いがきっと他の方々の中では強かったと思います。でも僕の中では違います。僕の中で適宜の改定というのは、そもそも感染症ってなくなる、緩くなるだけじゃなくて、またひどくなることもあるじゃないですか。新しいもの出ることもあるじゃないですか。だから、緩和緩和だけで、で、今度また押し寄せてきたら、第2、第3波、第4波ってきたらどうするんだと。だから、感染レベルに合わせたガイドラインっていうのが必要。だから、僕の中での緩和とか緩いとかアップデートとかいうよりも、ただ単に、感染のレベルに合わせたガイドラインを作ってしまって、そいつをアップデートするのが正解だっていうのが僕の見解です。じゃあ、まあ今後緩くなる可能性もあるけど、厳しくなる可能性もあるってことそうです。です。なるほど。ち実ょう際どにた今い、回はね、い、はい。数日前に、何日前だったかな、緩くなったのがね、発そう表ですさね、れ5ましたけれ月ども。19ですね。そうですね。これはどのように解釈した方がいいと思うんですか？ですね、19日に出たものは、いわゆるイベント全体に対する、全体的にこういう感じでいきましょうって感じ。で、ライブ会場での具体的ガイドラインのアップデートは多分24とか25とか、それぐらいでずれ込んで出されてるんですね。あ、そうなんです。また別で。そうですね、まあ、日にちがちょっと変わったっていう、ほら、ライブ会場のガイドラインとイベントのガイドラインと違いますから、そうですね。だから、このライブ会場っていうのは、その後も連休中にちょっと揉んでいて、で、正式に出されたのは連休明けなはずなんですけれども、今ほとんど一緒なんですよ。で、まず今回はその客席の行動様式、によってガイドラインを緩くしましょう。つまり、お客さんが、ステージ上でのことはちょっと置いときましょう、今まで通り。で、客席でお客さんがどのように行動するかによって、規制を緩和しましょうってことでした。でもまあ、これがなんとも、まあ、ロックなんていうのはみんな騒ぐんだからみたいなことで、で、そこが50%以下っていうのが50%程度っていう文言が変わっただけの緩和になっちゃいましたけどね。そこなんですよね。僕がちょっと一番疑問に思ってるのが、その50%っていうのが、まあ、ライブハウスの、まあ、オールスタンディングのライブハウスをパンパンに入れるのって、まあ、その時点で、まあ、すでに100%超えだと思うんですよね。電車とかと同じだと思ってて、電車も乗車率200%とか行くじゃないですか。もう意味わかんないじゃないですか。だからその100%っていうところが、キャパシティの100%なのか、なんていうんですかね、規定の100%なのか、どこを100%に持ってくるかによって、その50%っていう数字が変わってくると思うんですけど、この辺についてはどう思ってますか？規定の100%イコールキャパシティの100%です。あ、で、いいんですか？さっき、京平さんは、規定の100%とキャパシティの100%には相当な差があるとおっしゃられた。
規定の 100% イコールキャパシティの 100% でなければいけないはずです。そこって違っちゃまずいじゃないですか。なんでまずいんですか。例えば電車も僕これ調べたんですけど、電車の 100% っていうのは吊り革と椅子に、吊り革に片手で捕まる人と、椅子に座る人が 100% なんですよ。で満員電車とかってなると 150%、200%、そのもう釣り革にも使えないような状況になっても運行するわけじゃないですか。あれはダメじゃないじゃないですか。法律違反じゃないじゃないですか。だからそれとまあ近いようなニュアンスなのかなと僕は思ってて、ライブハウスにもその 200% というのが存在してて、でも 200% 入れちゃいけないという根拠もないというか、だからそこは相違があるのかなと思ってるんですよね。消防法とか施設の、例えばその建築基準法、いろんなことで、そのキャパシティってかなり難しいはずなんですよね。はい、営業許可とか、いろんなことが絡んでくるはずなので。でそういったものを総合的に、加味して、その施設全体での、その施設としてのキャパシティ 100% っていう人数っていうのは、絶対にこう表示されてますよね。てか、規定で決まってますよね。消防法で言ってますか？いえ、店舗で。店舗が宣言する 100%。 まあ店舗によるとは思いますけどね。でも店舗で今日は店舗は 150% 入れてますって言って営業してるお店ってあるんですか？別にそれがその表示もないでしょうし、なんかそれを今日は 150% ですって言う必要もないので、まあでも要するに入れていいと思うからパンパンに入れてるわけですよね。じゃあパンパンに入れているのが 100% で、でそれが店員であり、お店の規定の、つまり一緒なんじゃないですかね。今の京平さんのお話だと、ライブハウスって店員の 200% とか 150% を入れた営業をしてるってことになっちゃうので、はい、僕は入れてパンパンに入れてやってるならそれが 100% だなと思ってますけど。なるほど。まあ僕はそう、まあそもそもこういう議論がないときには、まあ、もちろんキャパシティが 100% で考えたらいいと思ってるんですけど、まあ、今回のそのガイドラインで、だからといってパンパンの 50% はかなり、まあ、密な状態なので、まあ、厳しいのかなっていうのは思ってました。でも 50% だから間違ってませんし。まあそうですね。はい。50% でいいと思います。はい。じゃあ、最後に、まあ、これ本当にもう個人的な予想でいいんですけど、何、はい、でも。もう本当にこのガイドラインが作られる前のように、戻る時期は来ると思いますか？まあ、いわゆる今 50% ですけど、いや 100% どのライブハウスも入れていいですよっていうような。ああ、来ると思いますよ。まあ、これキャパシティだけで言えば個人的な予想でいいんですけど、いつぐらいになると思いますか？それはこれはね、専門家が、コロナウイルスって世界的にいつ収束、終わる方じゃなくて、収まる方の、はい、に向かいますかと言われて、はい、多分誰も答えないと思うんですね。それと同じ理由で僕にもわからないです。ということはやっぱり完全収束しないと戻らないってことですか？そんなことないと思います。完全収束、終わる方のね、収束っていうことにならなくても 100% に戻ると思います。まあ時期とかはまあ予想するのはまあナンセンスだと。ね、希望とかプランはあるんです。でこれは、今年中に戻さなきゃいけないと僕は思ってます。戻したいっていう感じですね。戻したいし、戻さないとまずい。で、できるならば、12月の中頃ぐらいには 100% になってないとまずいって思います。なるほど。ありがとうございます。はい、という感じでちょっといろいろセンシティブな話も出ましたけども、阿部さん、今日はありがとうございました。全然、まだまだぶっこんでください。はい、はい、という感じでね、まあまた阿部さんとも撮りたいですし、こういうゲストのトークも撮っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。日本音楽会場協会の方の YouTube にも僕出演してますので、概要欄に URL 貼っておきますので、そちらも、見てみてください。ということで、今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。